建設現場で働く皆さん、こんにちは。こんにちは。毎日のお仕事ご苦労様です。さて、皆さんは常に自分自身の安全について考え、その対策も常にいろいろと実行されていると思います。例えば KY 活動。その通りです。確かに KY は広く普及している良い安全対策ですね。ただそれでも現場では怪我に遭う危険性や病気のもとになる有害性が完全になくなるわけではありません。はい。そこで今回はそれらの危険性または有害性をさらに減らすために、新しい安全対策の考え方とその方法を皆さんに分かりやすく紹介していきます。そうです。それはリスクアセスメントを現場に取り入れて行います。そしてその実施は作業内容に詳しい職長さんにやっていただくことになります。職長さんがリスクアセスメントの担当者なのですね。はい。リスクアセスメントのリスクとは、家業に潜む労働災害の発生原因になる危険性または有害性を洗い出し、災害が発生する可能性と怪我が重いか軽いかを表す重大性の両者を組み合わせるものです。そしてアセスメントは調査・評価で、見積もりに基づく危険度の高いものからリスクを減らしていくための対策を決め実施することです。事業者はもちろんのこと、職長や安全担当者の方々は新たにリスクアセスメントの指針に基づき安全対策に取り組む必要が出てきました。この取り組みについて安永法では処罰の規定はありませんが、民事で訴えられて損害賠償を払うこともあります。そしてそのリスクアセスメントを作業手順に組み込むことで災害防止の効果をより上げることが目的になっています。はい、わかりました。ではリスクアセスメントの進め方を見ていきましょう。進め方は、洗い出し、見積もり、評価、対策の検討と実施、記録、以上5つのステップです。作業手順に基づいて各ステップごとに危険性または有害性を洗い出すことです。はい。では実際にその方法を教えてください。では現場に行きましょう。はい。では玉掛け作業を例に考えましょうか。実際にはどのようにすればよいのでしょうか。ちょっとしたコツがあります。洗い出しをするときには危険性または有害性の原因と結果を予測します。例えば玉掛けで釣りに作業するときですと、荷崩れして指を挟むとか。そうですね。それを言葉にするとこのように表せます。2つの作業例から洗い出してみましょうか。はい。1つ目は地切りの作業です。予測してみてください。地切りの作業をするときには重心の取り方が悪く、荷が触れて当たる。次は評価したリスクの高いものから減らす対策の検討と実施をしていきます。そのポイントを紹介してください。機械や設備を使った対策、作業方法の改善による対策、最後に対策の検討と実施の記録を残します。記録は作業手順として残してください。それを次の現場で活用することによってより効果が期待できます。最終的には記録が災害を減らすことにつながるのですね。その通りです。それがリスクアセスメントの締めくくりです。
そして皆さんもよくご存知の PDCA のような考え方を持ってリスクアセスメントを繰り返すことで現場の安全はさらに向上します。